ただいま。どうした？お前の家だ、くつろげよ。なんだ虫か、お高く泊まってやがるな。学校じゃ浮いてて一人のくせしやがって。そうやってすぐにへそを曲げやがる。ああ、わかった、めんどくさい女だな。俺は利口だと言いたかったんだ。友達なんて意味はない、滅びと共にいなくなる、一人でいるのが正解だってな。憎らしい猫ね。もっと正直な女になれよ。俺のこと好きなんだろ。しっぽーとか言いながらよだれ垂らして追い回してたよな。垂らしてません。それで初体験の感想は？お前が銃を手にしてゴーとレンヤをやった時のだよ。嫌な言い方をしないで。おいおい、いい子ぶるなよ。快感だったんじゃないか、あの偉そうな占いをやるのは。教えろよ、どうだった？契約してすぐ最初に封じた魔法使いはあの男だった。あまりいい思い出じゃない。さあさあ、さあ、さあ、お夕飯どうしよう。ひき肉あったな。はい。うん、まあまあだな。重郎の好物だし、ハンバーグ焼いちゃおう。契約して。要は覚悟の問題だ、お前のな。そんなこと言ったって、人に銃を向けるなんて。魔法の銃だっつってんだろう。魔法の出刃包丁と取り替えるか。それは嫌。撃った相手の悪いもんを直す、感謝されてもいいぐらいだ。でも俺来たぞ。
略指示。君の方から呼び出すなんて珍しい。何の用かな。その状況を聞きたくて。こんなところに呼び出さずとも、敷島の格納庫に来ればいいだろう。あのロボット、あまり見たくないの。そうか。汚染解除のパスワードはまだ見つからない。今のまま騎兵に乗り込めば重労のようになるだろう。汚染解除のパスワードはまだ見つ。無茶言わないで。人を撃つなんて。汚染解除のパスワードまだ。無茶言う人。こっちみんな。間抜け。さっと撃て。さっと。心配するな。奴らが来るまでには見つける。間に合わなかったら、それでも騎兵で戦うしかない。勝てるとは到底思えないけど。何もせず滅びるわけにはいかない。少なくとも重労は戦える。何か意見があるようだ。言ってみたまえ。何か。許せない。もっといい方法がある。取り返しのつかないこと。腕に当たったな。問題ない。うまく作用してる。本当に怪我させてないよね。ああ、少しふらついてるだけだ。でも、もう次に合わせる顔がない。魔法の銃だぜ、心配すんな。撃たれた前後の記憶を曖昧にする。お前に会ったことも覚えちゃいねえよ。気がつく前にとんずらするぞ。待って。さあ、契約してさ、言われた通りにやっただけ。言われた通りだ。あの至近距離から腕に当てるなんて。そんな曲芸を頼んだ覚えはない。でも腕だって体の内でしょ。当たればどこでもいいわけじゃないの。人選ミスか。当事者意識が足りないな。先が思いやられる。いいか、ガキの使いじゃない。契約を忘れるな。俺はお前の望みを叶える。その代わりにお前は俺の指示した魔法使いを撃つ。そういう話だったろ。体のどこでもいい。確実に弾を当てろ。失敗したら契約は白紙だ。お前も覚悟を決めたはずだよな。ええ、分かってるわ。おっと、そうだ。おい、今のうちにあれを確認しとけ。カバンの中に入れてんだろ。魔法の銃を見せてみろ。魔法、これ魔法でいいの？床に置いてよく見せろ。
魔法の弾はまだあるな。いつ必要になるかわからんからな。常に確認しとけよ。魔法とか言いながらなんで銃なのよ。あ？魔法のステッキが良かったって？ピンクのひらひらスカートつけてステッキを振り回したいのか。銃でいいです。魔法使いを撃つための魔法の銃だ。まずい、あいつが来る。仕方ない、次の魔法使いは明日学校で教える。やけにいい匂いがすると思ったら。夕飯まだでしょ？作ったから。どう？またその手には乗らないぞ。ここにいていいのは今月だけだからな。はいはい。でももう作っちゃったし、食べてくれないともったいないな。捨てるなんてもったいないよな。仕方ない、食べてやるか。助かります。見られるとまずいから、時間ずらして出てきてるのに出くわしちゃ意味がないだろう。明日からは一緒に出る？出ないよ。あ、よ。おはよう、アミグチ君。おはよう。何聞いてるの？なんか用かな。いえ、別。何聞いてるの？ああこれ英会話。へえ、冗談に決まってるだろ。洋楽ロックだよ。上口くん、成績いいから冗談に聞こえないよ。そうか。そうだ、今日さ、また遊びに行っていいかな？いいよ別に。よかった。あと授業始まる前に自販機寄るよ。うん、放課後に。それで目当ての魔法使いはまだ現れてない。確認しておく。放課後になったらすぐに旧校舎の渡り廊下へ来い。いいな。旧校舎から荷物運んでって先生に頼まれて行ったけど、あそこは夜だったらちょっとした肝試しだな。暗くて人気もないしな。不審者が出るって噂も聞いたことあるぜ。あ、ジュラ、ちょっといいかな。ラベ君、こっち。話してくれたじゃない。それって冬坂さんもなかなか映画通だね。知ってるさ、あの映画は名作だ。
きっと喜ぶよ。よかった。そりゃ確かにシリーズにはいろんな怪獣がいるけどさ、そこまで映画好きならこのドラマも気に入ると思うよ。どんなお話？有名なんだ、見たことない？面白いな、冬坂さんは。この子がもし魔法使いだったら。薬師寺。あの子とはずいぶん仲がいいのね。何言ってんだよ。それに、なんで一緒に住んでるのがバレると退学だから学校では話さないって決めたろ。行かなきゃ、尻尾が待ってる。誰もいないよ。なんで隠れるの？ねえ、何やってんだお前。だって今あそこに。遊んでないで仕事だ。旧校舎の中にいる。今度の魔法使いは短髪の男だ。ボタンのない学生服を着ている。銃で撃って封印すればいいのね。そうだ。問題があるとすれば、そいつマジモンの鉄砲で武装してる。大問題じゃない。頑張れ、撃たれたら痛いぞ。よ、行け。くれるかな。
もいないじゃない。きっと間違えたんだわ。あんなにドタドタ銃を振り回しながら入ってこられれば誰でも気づく。隠れていたのね。お前はセクター3の。あの時の。そう、あなたが重郎の仲間だと言っていたものね。何をやってる。あなたには関係ない。お前の考えじゃなさそうだ。誰に利用されてる。利用されて結構よ。私は重郎のためにやれることをやっている。待てよ。重郎どこ。義兵が最後に戦っていたのはこの辺りだったはず。騎兵一騎でここまでやるとは、狂気の沙汰だ。誰が、助けてください。騎兵に乗れば、脳に深刻なダメージを負う。記憶が壊れ、最悪廃人だ。数分乗るのでさえ致命的なのに、泉はあの苦痛に耐えて2時間以上も戦い続けた。すごい奴だが、わかるだろう。手遅れだ。あなたも未来人。前に泉と同じ戦場で戦った。仲間なのに冷たいわね。彼を助けて、お願い。泉を頼れる奴だった。
俺もとても残念だ。ただいま。帰ってきたな。おい、よく見ろ。俺がどう見えてる？わかる？わかんない？本当に？ご立腹なんだよ。なんでだと思う？なあ、なんでだ。旧校舎の渡り廊下、行かなくて悪かったわ。所詮猫とした約束だもんな。人間様はすっぽかして当然だ。ごめんなさい。泉十郎を救う気もないか。そんなことない。じゃあ明日はちゃんと来い。まずい、あいつが来る。いいか、明日の放課後待ってるぞ。忘れずに絶対来い。十郎、帰ってたんだ。薬師寺遅くなったけど、お夕飯作るね。いいよそんなの。夕飯抜きなんてダメよ。夕方三口くんとラーメン食べた。育ち盛りにそんなのばかりじゃ栄養が偏っちゃうじゃない。ほっといてくれ。なんだ、また野球延長で映画遅れてる。洋楽ロックだよ。あれ、なんか用かな。いえ、別に。そ、ともかく放課後すぐに渡り廊下だ。いいな。旧校舎から荷物運んでって。先生に頼まれて。だけどあそこは夜だったら。帰ってきたな。おい、よ、俺がどう、わ、な、な、休校、
なんだ。あそこは夜だったらちょっとした肝試し。行かなきゃ。暗く。尻尾。え？誰もい。なんで隠れるの？ねえ。何や。だって今。遊んでないでしょ。旧校舎の中に今度の魔法ボタンの銃で撃つ。そうだ、そいつま大問題。頑張れ。鉄砲痛いで。もし16誰もきっとあんなにど入ってこれかくお前はせあの時のそう重郎の中何をやあなたにはお前のか誰に利用す私は重郎のためにやれることをやっている。待てよ重郎騎兵がすこの辺り騎兵十六まず待て乗って16よかった生きてて君のあなたがずっとしそうだ私誰も今の人たちそう呼んでくる待って16行くどうしこうなると騎兵行き虚時の沙汰だ。